始まりました。活電シネマクラブと映画 .com によるコラボ番組10 Minutes Asia。 この番組は毎回1本のアジア映画をテーマに、その魅力を約10分で語り尽くすという内容となっております。この番組の MC を務めます堀切です。よろしくお願いします。そして語っていただくお二人です。活電シネマクラブのジョーです。よろしくお願いします。映画 .com 編集部の岡田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回取り上げるのはですね、フィリピン映画、日本フィリピン合作なんですけれども、義足のボクサーですね。フィリピンの名将ブリランテ・メンドーサ監督がプロボクサーを目指して日本からフィリピンに渡った青年の実話をもとに描いたヒューマンドラマ。沖縄で母親と二人で暮らす津山奈緒はプロボクサーになる夢を抱いているが、幼少期に右膝から下を失い、義足であることから日本ではプロライセンスが取得できずにいた。夢を諦められない奈緒はフィリピンへ渡ることを決意。そこではプロを目指すボクサーたちの大会で3連勝すればプロライセンスを取得でき、さらに義足の奈緒でも毎試合前にメディカルチェックを受ければ他の者と同じ条件で挑戦できる。奈緒はトレーナーのルディと共に慣れない異国の地で夢への第一歩を踏み出す。沖縄出身で海外でも活躍する俳優翔健さんが主人公の奈緒役を演じ、プロデューサーにも名を連ねている作品ということですね。はい、ブリランテ・メンドーサ監督の初スポーツ映画ということで、ニュースになりましたけれども、岡田さんいかがでしたか？はい、まあ、ウィキーさんおっしゃったように、これ実はベースというかモデルとなっているのが土山直純さんという方、はい、実際にいらっしゃった方ですね。実際に日本ではプロ資格が認められていないのでフィリピンでプロになった方という感じで、まあ、実はという時点でちょっと胸熱要素がプラスされるので非常に面白かったですね。主人公の津山奈緒が日本を飛び立ち異国の地でどう戦っていくのかを見守ることになるんです。僕割と冒頭で好きなシーンがあって、こう初めてフィリピンのジムを訪れた時に、こんなとこでやるのみたいなっていう驚きのギャップがまずこう入っていくところから、ちょっとした笑いが生まれる感じが結構好きだったので、はい、まずはそこからですね。うん、はい、ジョさんどうでしたか？そうですね、さっき古木さんはメンドーサ監督初のスポーツ映画って言いましたけど、はい、まあ、スポーツ映画でありながら、まあ、いつものメンドーサ映画でもありますので、まあ、撮り方もいつものメンドーサのドキュメンタリー風で、まあ、いつものそのフィリピンの風景なんですけど、岡田さんも紹介したように、なんかそのフィリピンの雰囲気がここまでうまくバーって撮れる人は、もうなかなかもうやっぱり巨匠だなっていう部分もあるんですけど、まあ、今回に関して作品自体に関しては、去年の釜山国際映画祭で上映されてすごく話題になっていて、金字塔アワードを受賞して、その後、ティフで、ガラ部門で上映されて、ね、私もその時に拝見させていただきましたけど、まあ、去年の東京国際映画祭では、実はメンドーサ監督に2本、の新作が上映されていて、もう一本復讐っていう作品がコンペティション部門に入選されたんですけど、まああっちもかなりやっぱりちょっとフィリピンならではの風景っていうか、ストーリーがちゃんと描かれてるんですよ。この作品に関しては、まあ、まあ、主人公がかなりやっぱり立っているので、まあ、ヒーローものであり、アクションの部分もあり、あとはやっぱりそういう人間ドラマの部分もかなり丁寧に描かれているので、すごくやっぱり完成度が高い作品だと思います。はい。そうですね。僕もちょっとこれは、東京国際の時も、まあ、話題になってたんで、今回見てみて、すごく良かったな、という感じがしました。まあ、翔源さんのね、作り込みが素晴らしいな、というところと、インタビューも読んだんですけど、やっぱり面倒さ監督なんで、台本もなし、リハーサルもなし。そうですね、はい。そうです、何もないです。はい、こういう感じでやる。その場で見るみたいな。それ大変だったって、インタビュー見て、そりゃそうだろうと思ったんですけど。しかもスポーツシーンですからね、なかなかリハもなしに撮るっていうのはかなり難しい。いや、難しいですね。ところと、あとフィリピン、やっぱりボクシング人気なんだなっていう、すごいこの熱狂ぶり、戦うっていうところですね。あとやっぱりそういう、なんていうか、ボクシングのシーンがすごくやっぱり、なんか、うまく演出したなと思うんですが、いわばそういうなんかスポーツ試合の生中継以上な、そういう、魅力があって、よくここも、なんか多分その中に入って撮ると思う、撮ってる感じがしますので。生々しさみたいな。そうですね。はいはい。まあ生きるっていうところですね。僕なんかこの作品を見て改めて思ったん
んですけど、こうなんか試合を描くって結構作り手の色が出るんじゃないかなと思っていて、例えばルール無用の格闘シーンとかアクションって、まあ割とド派手さとか流麗さが求められるんですけど、試合ってルールが決まってるじゃないですか。で、戦う場所も限られてるので、その縛りの中でどうやって戦いを描くかっていうのは多分作り手の腕の見せ所だと思っていて、この作品は割と一連でこう、長回しでぐるぐる、戦う二人の周りを、回りながら、ちょっと顔に焦点を当ててるのかなって、戦う二人の顔っていうところもあって、で、義足のボクサーなんで、ちょいちょい足元がこう、映されるっていうところも面白かったので、なんかこう、面白いですよね。限定的なところで監督の色が出るっていうところが非常に面白かったです、ね。そうですね。あとやっぱり義足の点から言うと、そういう義足っていうところを、まあ、ダメージっていうよりは、積極的にそれを、たまたま義足にっていうことで、この人を描く、あくまでもその人を描く作品だけなので、そういう義足だからいろいろ何かあるっていう、もう最初の部分だけですよね。そこはあんま出てこないですよね。はい、最初のあの区役所の部分だけですね。義足だから不利だっていうのはほぼないですね。ほぼないですね。そこは、確かに。はい、あとすごいのは、この作品は、さっき市役所のシーンなんですけど、その登場した、方は私の友人なんですね。そうなんですか？そうですね。実は音楽の、有名な小野川博之さんが、その市役所の担当の男の人を演じた人なんです。あ、そうなんですか。ちょっとその時は、いろいろ話聞いてて、ちょうどコロナ始まった時期なんです、この映画を撮るのは。2020年3月とか。よくこれ撮れたなと。撮りましたね。確かにね。いや、そうだったんですか。はい、そうです。面倒さんの監督の作品参加しましたよって。へぇ、はい、福岡で。うん、あ、そうなんだ。はい、あと、ま、出番少ないけど、南果歩さんとっても印象的ですよね。はい、うん、お母さん役で出てらっしゃいますけど。うんうん、いや、そうですね。日本の母的な感じですね。そうね。はい、もうそういう印象になるのか。うん、最初と最後しか出てこないんですけど、すごく印象に残るなっていう。まあ、これも一応、まあ、合作っていうところもあるんですけど、ほぼそういう合作の感じがないんですね。あくまでも一本の映画として、うん、まあ、一人の人間の映画として、かなりうまくやっぱりできているので、うん、こういった、まあ、やり方も今後、まあ、いろいろ、まあ、増えるんじゃないかなと思いますし、面倒さ監督も、まあ、日本が好きなので、いろいろ、その辺も、九州とか沖縄はもうフィリピンもほんと近いので、いろんなストーリーがあるじゃないかなと思いますね。合作映画って、なんだろう、合作ですって感じが出ちゃうと、ちょっと引いちゃうんですね。そうですね。そうですよね。なんか、そういう微妙な背景が入ってる。二つの国で作りましたから、均等にこう描いてますよ、みたいなじゃなくて、なんか、そうね。出ない方が面白くなるんじゃないかろうかとはちょっと思ったりはします。確かに。ヨーロッパの映画はほとんど言うと画作なんじゃないですか。まあ、でもほぼ我々は画作と言わないので。まあそういった形でも自然に今後アジア同士もこういった作品をどんどん作っていけたらと思いますので。はい。はい、ありがとうございます。ちょっとそろそろ時間が来てしまいましたので、じゃあ最後に一言ずつ何かあれば、補足でもらおうかなと思うんですけど、岡田さんどうですか？はい、多分この話で重要なのは、主人公がプロになれるかっていうのも、まあ、まあ現実実話があるのでもうなるっていうところは決まってるんですけど、どうやってプロになるのかっていうのも重要なところなのかなと思って、ただプロになるんじゃなくて、成功法でプロになるっていうところも一つ、テーマになって、で、それが国が違ってくると、ちょっとその辺の認識も変わってくるので、プロになれりゃいいと、プロになるっていうのはまた違うところで、まあ、ここにドラマが一つ生まれてくるのも非常に面白いかなっていうところが感じですね。あとは、まあ、さっき試合のあれもありましたけど、なんか、あれですね、この限定された場だけを舞台にしたオムニバス映画とか生まれたら楽しそうだなってちょっと思っていて。例えば、試合、だけを描くオムニバスで、監督によってじゃあその試合をどう描くのかみたいなっていうのが面白いかなと思っていて。それは結構違いが出そう。そうそうそう。違う角度で。違う角度でその試合をどう捉えるかみたいな。ホンサンスだったら超ロングで。っていう感じでいきなり入ってるとか。そういう企画があるとめちゃめちゃ面白いんじゃないかなと、ちょっとふと思いました。はい。続いていかがですか？そうですね。まあ、この映画本当に、まあ、さっきも話して、まあ、ヒーローの話でもありますし、そういった一人の人間の話でもあるんですけど、やっぱりこれを成り立つために、まあ、役者がすごく重要だっていうと、今回の翔剣さんの魅力はもう、やっぱり素晴らしいなと思います。こういう役者がもう今、まあ、こういった、まあ、国際的な映画の中で、
すごく輝いている部分も、うん、必見なので、うん、ぜひ、まあ、松原さんっていう役者も今後どんどんそういうなんていうか皆さんに知ってほしいなと思いますね。はい、ありがとうございます、はい。というわけで今日は義足のボクサーブリランテメンドーサ監督をご紹介しました。じゃあ今日は以上ということでよろしいでしょうか、はい、ありがとうございました、義足のボクサーぜひ皆さんご覧になってください。それでは次回の10ミニッツアジアをお楽しみに。